おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、植松被告、障害者殺せば借金減る、身勝手な主張、身勝手主張か。これね、ほんと読んでてね、悲しくなりましたね、この記事。ちょっとね、抜粋して読んでみたいと思います。相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で16年に入所者から45人が殺傷された事件で、殺人罪などに問われていた元職員植松誠也って言うんですかね、誠容疑者29歳の裁判員裁判の第8公判が24日横浜地裁で行われた。これね、本当まあ、悲しい事件ですよね。まあ元職員の方に、45人の方が、知的障害者がね、殺傷されてしまった事件ということなんですけれども、まあその理由がですね、ちょっと分かってきまして、ちょっと読んでいきますね。働けない人を守るから働けない人が生まれると思う。支給されたお金で生活するのは間違っていると思う。日本は借金だらけ。障害者を殺せば借金を減らすことができると思います、などと主張。国が障害者に支給する手当が国の財政を圧迫しているという趣旨の持論を展開したと。そうですね。まあ、恐ろしいことですよね。こういった勘違いで、まあ、45人の方が、殺傷されてしまったということなんですけれども、これ本当、財務省のことを本当に信じてしまった慣れの果てが、植松容疑者なのかなということをね、本当にバスに話はね、思いましたね。もしね、ケインズ経済学やら、まあ、MMT をね、知ったり、教えてくれる人が周りにいたら、この財務省の嘘のプロパガンダに騙されなかったかもしれないと思うと、本当悲しいですよ。本当ね、周りのちょっと知識のある方が、ちょっとこの本読んでみなよとかね、ケインズの本だったり、MMT だったり、税は財源じゃないんだよとか、まあ、MMT でもいいんですけど、まあ、ケインズ経済学であったり、財政政策のことを少しでも教えることができたら、この45人の方が、殺傷されることなく、起こらなかった事件なんじゃないのかなと。本当ね、まあ、財務心理教っていうんですかね、怖いですよ。人をね、こうやってね、毎日毎日ね、テレビ、新聞でね、プロパガンダしてるとね、ちょっと知識ない人はね、日本は借金で財政破綻してしまうっていう風に思い込んでしまう方もいるんですよ。実際これが、この事件がそうだと思いますよ。なんでこういうことをルクするのかなと。これはね、過激なね、殺人鬼を生んでしまう一つのね、事案なんじゃないかなとね。もう嘘をね、流布するのはやめていただきたいですよね。これ嘘を流布しなければ本当助かった命がいくつもあるんじゃないかなと、本当思いますよね。なんかね、テレビな、日経新聞とか読むと日本の借金かとかね、将来のね、何でしたっけ、駒子のために緊縮財政するべきだとかね、財政破綻するとか言ってるんですけど、全部嘘ですから。そんなありえないことを信じ込んでしまうと、こういった事件が起こってしまうんですよ。極端なやっぱ思想っていうのはね、極端なことを起こす引き金になりかねないんですよ。まあね、税は財源じゃないって主張してる方もまあいますけれども、それはそれでいいんですけど、こういったことをね、極端な、誰でもね、なんですかな、考えをね、聞く耳も持たなくなっちゃうと、こういう思想に染まってしまうんですよ、どっち側もね。そういうのをね、防がなきゃいけないと本当思うんですよね。本当怖いですよ。本当45人の方が殺傷されるなんてね、しかも間違った情報によって、何のためにやったかさっぱり僕にはわからないですよ、本当に。けど確かに、あんなね、有名な経済学者とかね、東大のね、経済学者の方が財政破綻するって言ったら、知識のない方は騙されますよ。
そこで振り返れればいいけど、こうやって振り返れない人もいるっていうのもまた、事実なんで、ほんとね、報道の仕方、ちょっとでも振り返るような、ことをやっていかないと、こういった悲劇はまだまだ繰り返されるんじゃないかなと、本当危惧しております、バスティーナ氏は。はい。今日はね、ちょっと悲しい話ですよね。まさかね、こんな事件になっているなんてことは知らなかったんで、動機が財政破綻で、障害者を殺せば借金を減らすことができると思うって、本当なんだろうね。多分正義のためにやってんだろうなと思うと、ちょっと、なんとも言えなくなっちゃいますよね。この事件ね、多分この放送を見てる方は、私のね、あの放送とか見てくれてる方は本当に唖然としてるんじゃないかなと、はい、ちょっと取り上げざるを得なかったですね、この事件は。以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。